ちなみに、はい、アムロさんは、はい、アムロさんのその服を、はい、何着持ってるんですか？一応連邦軍からは5着支給されてます。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。じゃあもう、その、まあ、こう、汚くなったら着替えるみたいな。はい、でも5着あるんですけど、もう、はい、一つのやつをもうずっと着てますね。あ、そうなんですか。で、一週間経ったら、まあ、洗濯して、またそれを着てっていう。サラピンのまま4着はもうずっと。あ、ずっとね。そうです。あ、なかなかね、着れない感じですか。はい、そうですね。はい。結構出撃命令がたくさんあって、普段は出撃してますんで。あ、そうですか。なかなか着替える時間も。なかなかね。はい。そっか、すごいな。それが自分の形に合ったものを作ったんですか？いや、普通に連邦軍から支給されてるやつをそのまま、僕のサイズとかではないです。あ、そうなんですか。はい。あ、そうなんだ。はい、そうです。いいな、私のサイズもありますかね。ありますよ。女性用のピンクのやつですよね。ですよね。ありますよ。あ、たくさん。はい。ありますよ。実は僕もセイラさんのやつを一着ちょっと拝借してしまって。どうしてるんですか？一着持ってます。いや、なんだ、今日持ってきてくれれば私着るのに。本当ですか？はい。ま、じゃあ、また今度。あ、そうですね。また今度来てください。はい。ちなみに、ま、若井さんといえば、はい、アムロですが、はい。若井さんがガンダムにハマったというか、はい。まあ、アムロさんになったきっかけというか。きっかけですか？はい。僕、小学生の時、本当にもうガンプラをこう買ったりするのが、もう生活の一番。はいのことだったんですね、うんうんうん、でも僕はお小遣いとかあんまりもらってなくて、はい、ガンプラ買えなかったんですよ。でも周りの友達遊ぶときにみんなガンプラを持ち寄って遊ぶんですけど僕はないので、はい、もうその時からアムロ役としてこう参加してたんです。そうなんだ、はい、あ、面白い。もう一人だけねこうあれだったんですね。でみんなザクとかで僕自身をこう切りつけてアムロ覚悟なんか言いながらこう切りつけてきて、で僕は何するんだとか切ったねとかまあなんかそんなこと言って、で、それからもう鬼ごっこするときも、滑り台するときも、アムロ行きまーすとこう、はい。常に、はい。なんか、寂しいですね。いい、寂しくありますよ。楽しいじゃないですか。そうですよね、楽しいですよね。はい、そっかそっか。じゃあもう自然に、もうアムロのモノマネをしようって思ったわけでもなく、はい、もう子供の時から身についてるものだと。そうです。そういうことなんですね。はい、ちなみに、こう、若井さんが思うガムロじゃない、混ざっちゃった、興奮すぎて。ガンダムの、はい、こう、魅力って何なんですかね。はい、いや、もちろん、モビルスーツの、もう、斬新な、こう、デザイン、かっこよさですよ。はい、ね、戦う姿とか、すごくかっこいいじゃないですか。そうですよね。それプラス、複雑に絡み合う人間模様ですね。ですよね。はい、もう。ちなみに、やっぱり、ガンダムが好きなんですか？ガンダムが、はい、一番好きですね。他には、例えば、好きな、モビルスーツとかあるんですか？あ、モビルスーツですか、うん、一応、まあ、ザクは、形もかっこいいですし、あと、倒しやすいので、ザクが好きです。そうなんですか、はい、シャアのザクはどうですか？シャアザクは、あ、そうですね、なかなか強敵ですね。そうですよね。はい、あれはもう。そうなんだ。あんまりこう、アムロ自身からね、こう、他の好きなモビルスーツってのはあんまり聞ける、ね、はい、ことがないと思います。そうですね。すごい貴重ですね。ちなみになんかすごい気になってるんですけど、はい、こういうとこ気になりません。こう、サザエさんの役の、ナミヘイさんの声の方が、はい、まあ、007とか、最初に喋ってるじゃないですか。そうですね。で、その人って、すごい使い回しのように、こう、いろんなキャラに使われるじゃないですか。そうですね。はい、あれとかって結構気になりません、見てると。そうですね。オスカとマーカーって、ホワイトベースの、はい、ホワイトベースのオペレーターも、あれ、カイさんとハヤトの声ですし。うん、あ、もう、そうなんですか？そうですよ。で、あ、気づかなかった。イセリナってガルマの、彼女の、うん、はあはあ、あの人も、ララーと同じ。え、マジっすか？で、カツレツキッカも、うん、あれは、フラウとセイラさんと、ミライさんの声。初めて知った。あ、本当ですか？はい。そうなんです。感動しますね、それ、はい、やっぱすごいですね。職人さんなんですよね。だからもう声色を変えてもういろんな役をされるっていう。全く気づかなかったです。はい、波平さんの人しか。波平さんの声もう全部同じ声でされてるんで、ね、だからか、はい、そうですね、職人技というよりはもう彼自身がね、そうですね、あれなんでしょうね。はい、そっか。やっぱりこうガンダムは全部こう見てきてるんですか？それこそ初期とか、はい、全部、はい、全部見ましたよ。ただ、今、こう、ガンダム全く見たことない人に、うん、こう、どれ見たらいいみたいな聞かれたら、ガンダムシードって僕、答えてるんです。ファーストが一番好きなんですけど、うんうん、これガンダムシードって、
その、もう、なんかファーストってこう、ニュータイプって何だったんだとか、ちょっと、複雑で分からなかったりするんですけど、うん、そのシードはもうそういうのも全部こう、明らかにされてる感じで、すごく分かりやすいんで。へぇー、はい。もう鳥肌立つシーンがもう8カ所ぐらいあるんです。だからそうなんだ。はい、そうなんです。そっかそっか。はい、ということで、なんかもうガンダム話でね、こうエキサイティングして、もうちょっと止まらなくなりそうなので、ちょっとね、宣伝じゃないですけれども、はい、いいお話をしたいと思います。はい、そんな若井さんですが、2月に、双葉社からですね、生き延びろ若井治の、はい、機動戦士ガンダム名言集という本を、出版しているんです。そうです。はい。はい、ちなみに、なんか、どんな名言が収められているんですか？全部で、まあ、250。250個。はい。の、あの、セリフがあるんですけど、はい、まあ、正直言って、アムロってあんまり名言がないんですよ。そうですよね。限られてますよね。はい。で、やっぱり、ジオン君のランバラルであったり、うん、はい、シャアの名言なんかが、結構たくさんあって、はいはいはい、で、どんなシーンで言ったかっていうのと、そのセリフに対して、僕のコメントが、全部書いてあります、ね。いいなぁ、ちょっと読みたいですね、それね。持ってきてるんで、後で、差し上げますよ。はい。やった、ありがとうございます。じゃ、ちなみに、その本にある、はい、名言で、お気に入りのものとかってあります、はい、あります。それやってもらってもいいですか？わかりました。マチルダさん。マチルダさん。マチルダさーん！すごい！これそっくりですよね、本当に。ありがとうございます。映像が浮かびます。本当ですか？はい。ホワイトベースね、花束をこう投げて、ね、はい、みんなで敬礼して。そうですね。はい、やっぱ好きですか、あのシーンは。そうですね。はい。そのセリフ、その、どういう時に使えるか、みたいなことも書いてたりするんですよ。あ、どういう時に、例えばじゃあどういう時に使えるのか、こう本をね、はい、みんな読みたいと思うと思うんで、例えばどんな時に使おうっていうのはあるんですか、それ。はい、その、マチルダさんっていうのは、はい、例えばまあ、ファミレスや居酒屋に行った時に、店員さんの名前が、まあ、マチダさんとか、そういう時に、別にマチダさんじゃなくても、マチルダさんって叫べば、必ず店員さんは来てくれます。絶対に来てくれますね、それはね。はい、そうか、そうです。でも言い方もね、すごい感情的ですもんね。はい。もう来てくれなかったら、これはね、かなり冷たい店員さんですからね。はい。ということで、若尾さんと楽しくお送りしている今夜の J-Wave、木村からのオーマイレディオ。ここで一曲、聴いていただこうと思うんですが、はい。若尾さんがね、選んでくれました。ちなみに、まあ、あれなんですよね。はい、ライブスタンドの。あ、そうです。ね、幕張メッセの方で、ライブスタンドという大きなライブをやるんですけど、はい、そこでのテーマソングで、はい、ラフラフラフという、曲で、はい。はい。みんな、芸人が、みんなで、歌って、はい、歌ですか？はい、そうです。僕は歌ってませんけど。なんだなんです、はい、わかりました。はい。じゃあ、その曲をね、はい、聴いてみたいと思うので、もう一度曲紹介をお願いしてもいいですか？はい、ライブスタンドのテーマソングで、ラフラフラフ。お送りしたのはライブスタンドのテーマ曲でラフラフラフでした。おお、来た、もうすぐ来た。曲の感想を言おうとしたらすぐ来たんで、もうなんかやめときましょうかねいや、なんかいいこと喋ろうかなと思ったんですけど、なんかやっぱりね、お笑いをこうテレビで見ていてもさ、やっぱり笑顔になるじゃないですか。だからね、こうなんかラフラフラフってその通りだなってやつだ、やつが来たんだもうね、全然感想を言ってもね、全然あれですもんね。もうすいません、本当に。すいません、つって。いや、大丈夫ですよ。ありがとうございます。